シャシャシャと。パカ。おお。肉汁。プシャ。はい、こんにちは、インドカリコです。今日はですね、しいたけ好きはもう絶対悶絶します。世界一美味しいしいたけの食べ方といっても過言ではない。UFO しいたけの作り方をご紹介します。はい、UFO しいたけ、平たく言ってしまえばスパイス入りのしいたけの肉詰めなんですけども、なぜ UFO っていうのかっていうと、それは後ほどご説明しようと思います。もう早速作っていきましょう。これね、油を引かずに作るレシピなんですよ。油っこくなくヘルシーに食べることができるので、しっかりポイントを押さえて作ってください。まず長ネギみじん切りしちゃいましょうか。長ネギは10センチぐらい使ってください。シャ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 、みじん切りにしてあげます。生姜もいっちゃおうかな。結構普段はチーフの生姜使ってるんですけど、これだけは絶対にね、生の生姜使った方が美味しいですね。これね、肉の中に混ぜ込む時とかは割とそのなんでしょうね、チューブの生姜と独特な香りがね、酸味みたいなのが残っちゃうんですよ。それがあんまり私は好きじゃないので、こういうね、肉ダネに混ぜる時とかは生のやつ結構使ったりします。はい、大体ね、ちょっと目分量なんですけど、小さじ1/2杯ぐらいのおろし生姜入れてください。あと、そしたらここに豚ひき肉ドッスン入れていきます。しいたけも切っておきましょう。しいたけはですね、こんな感じで軸切っておきましょう。今日はね、12個ぐらいかな、2パック分のしいたけ使っていきます。足はね、後でチンして食べます。そしたらここにお塩を小さじ4分の1杯ですね、小さじ4分の1入れます。ここでスパイス使うのは五香粉ですね。ウーシャンフェンとも言います。5つの香りの粉って書いたスパイスですね。これを加えていきます。うわぁ、私絶対に1日1回はウーシャンフェン摂取してます。必ずね、朝の卵かけご飯にかけるんですよ。最高。はい、これも小さじ4分の1杯入れていきます。代用できるものは八角の粉ですね。スターアニスパウダーとかっていうのも売ってます。でもウーシャンフェン、五香粉は基本的にスーパーで売ってるので、ぜひ買ってみてください。はい、4分の1杯ずつ入れていただいたら、よーく混ぜ合わせます。おいちょ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 。まあね、ポイントは塩がまんべんなく行き渡れば OK です。めっちゃ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 、はい、こんな感じでこれを12個のしいたけちゃんにくっつけていきます。しいたけのこの傘の部分ですね、ちょっとつけてあげて、これをね、12個作っていきます。はい、そしてはですね、どん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 作っていきます。かわいい。これなんで UFO しいたけっていうかっていうと、形が UFO っぽいから UFO しいたけってね、うちではね、出てました。カリコ家ではね、 UFO って言ってこれが出てきます。このね、ウーシャンフェン、五香粉っていうのは5つの香りの粉って書くんですけど、まあその名の通り5つのあのスパイスがメインに構成されています。まあ1つ目がスターアニス、八角ですね。八角が一番大きい構成要素として、あって、その次にシナモン、クローブ、ここから先は結構好みの領域になってくるんですけど、フェンネルとかクミンとか花山椒、ファージャオとかナツメグ、これらの、大体5つぐらいを目安に混ぜ合わせて作られています。我が家のウーシャンフェンはですね、ウーシャンフェンじゃなくて実は6個混ぜてるんですけど、スターアニス、シナモン、クローブ、フェンネル、ファージャオ、あとはナツメグですね。これを混ぜて作ってます。まあ市販のやつでも全然美味しいですね。ウーシャンフェンはですね、他に肉まん作る時とかも肉ダネに混ぜることできますし、あとはですね、ルーローファン作る時とかも混ぜることできますね。入れたりできます。醤油とか豚肉とか椎茸とか相性いいです。こう、私がその中学生の時お弁当だったんですけど、母がよく作ってくれたんですよね。母はスパイスの代わりにマヨネーズ入れてたんですけど、マヨネーズだとこってりするので、私はマヨネーズの代わりにスパイスを混ぜてました。思い出のスパイス料理でもあります。こんなこんなでぴったり12等分したら、はい、焼いていきます。フライパンをご用意していただいて、
中火にしてあげて油を引かずに肉を下にしてまず焼いていきます。ギュッと押してあげてね、ギュッとグッと。もう豚ひき肉結構油持ってるんで、もうこれだけで十分です。はい、こんな感じで詰めていきます。すごい、椎茸の芋洗い状態。ジュワーっていってきたら蓋をして少し弱火にしましょう。こっから5分ほど蒸し焼きにしていきます。パッカ、うわー、じゅわじゅわ言っております。これはですね、しいたけちゃんの叫び声でございます。そしたらですね、ひっくり返します。おいしい、おいしい。ちょっとね、焼き目がついてるぐらいがちょうどいいです。ほら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 、おいしいぞー。そしたらですね、今から UFO に仕上げを入れていきます。スライスチーズちゃんを2枚ご用意ください。ほら、いいのよ、なんでも。ほら、こんな感じでね、お肉の上に乗せていきます。ほら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 、大きいね。おちょちょちょ、おちょちょちょ、熱いのでそんなように気をつけてください。熱い。適当にスライスチーズを乗せてあげたら、さらに蓋をして蒸し焼きしていきます。これでですね、この椎茸の下の方をしっかり火を通しつつチーズをとろけさせます。3分経ちました。見てみましょう。パカッ、うわー、めちゃめちゃに美味しそうな状態になっております。はい、最後に仕上げていきます。醤油を小さじ2杯ですね、回しかけていきます。ほらほらほら、ほほほほ。はい、そしたらでござんすよ、最後ちょっと火力を上げます。それでちょっとね、醤油をぐつっと煮詰めてあげるんですよ。もうね、軽くね、30秒ほどで大丈夫です。ガーッと火力を上げていただいて、はい、こんな感じで醤油を思いっきりこうね、煮立ててあげて煮詰めたら火を消して完成です。盛り付けていきましょう。こんな感じでね、盛り付けてあげたら最後にこの醤油のタレをですね、かけるんですよ。はい、椎茸好きは悶絶します。世界一美味しい椎茸の食べ方、 UFO 椎茸の完成です。おい、ではいただきます。もうこれ超大好物なんですよ。肉汁が、シャンフェン、五香粉の香りと生姜とネギがですね、これ最後に醤油煮詰めたことで、このスパイスが溶け出た肉汁が、肉汁椎茸汁が醤油によって煮詰まって、そのタレがたまりません。椎茸好きはマジで人生で1回でいいから作って、最高だわ。このチャンネルではですね、こういったスパイス料理から本格的なカレー、簡単に作れるカレー、いろいろご紹介しておりますので、美味しそう、ちょっと気になるなっていう方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。またじゃあ次の動画でお会いしましょう。またね。うまっ。これはすごい。だってさ、日本の醤油と中国のウーシャンフェンとヨーロッパのチーズが手をつないでいるんですよ。